前回の動画で iPad Pro 用の編集機材として紹介した Thunderbolt 3対応の外付け SSD、 この OWC の Envoy Express について今回はですね補足説明ということで今カメラを回しています。まあ、そもそもですねこの製品は何ぞやというとこなんですけども、要はですね単純に Thunderbolt 3に対応したドライブケースということです。これはですねケースなので中身の SSD は別に準備する必要があります。対象のものはですね NVMe M2 フォームファクターに対応した PCIe 規格のものになっています。まあ、何のこっちゃかようわかんないんですけど、まあ、要は書き込みと読み込みが早いやつと PCIe の規格 Gen 3、Gen 4というのがあるんですけども、この世代が進めば進むほどどんどん速くなるというものです。でこの SSD に Thunderbolt 3の高速データ通信 MAX で 40GBps、 これをですね組み合わせることでめちゃめちゃですね速いデータのやり取りっていうのができるようになります。データの転送速度だけ速いとか、あと読み込み書き込みだけが速い、これだけではですね完全にねその能力を発揮しきれてないんですよ。これら2つが揃って初めて速い高速化されるというものなんですね。なので、この iPad Pro っていうのはですね、Thunderbolt 3に対応しているモデルということで、まあ、ちゃんとそのポテンシャルっていうのを引き出してやろうぜということでですね、僕はこの OWC のドライブケースっていうのを使っています。はい、ではセットアップをしていきましょう。まずですねこのドライブケースですね、背面を付属のドライバーでネジがですね2本止めになってますんで、これを緩めていきます。そしてこの蓋をですね開封するとこんな感じで、まあ、ちょっとごちゃごちゃ感はあるんですけども、こちらですねユニット部分だけをですね意識してください。でユニットの反対側側面部にもですね SSD 固定用のネジがありますんで、こいつも外すと、で SSD の角っていうのは爪の形をしてまして、結構よく見るとね M っぽい形なんで、まあ、これがですね M2 フォームファクターのまあゆえんかなというふうに勝手に思ってます。でその爪をユニットの形に合うように押し込んで、まあややねちょっと力がいるかもしれません。刺さるとなんかようわかんないんですけども、このように斜めに SSD が立ちますんで、もう指で押さえ込んで先ほど外したネジで止めると、で最後はですねドライブケースを元あった通り閉じて、これで SSD のセットっていうのは完了というふうになります。若干ですけども、ここから話がややこしくなってくるんですけど、まあ、こいつねそのまま iPad Pro に挿せば動くかって言われると、もう答えはノーなんですよ。接続してもねこれ全く反応しません。で僕もねこれあんまり詳しくはないんですけども、 SSD っていうのはですねもうこれ出荷された時点で物によっては NTFS 形式で、なってるみたいで、これがですね原因っぽいんですね。 iPad に非対応の形式、要はですねこれを変更するフォーマット作業というものがですね、追加で必要となってきます。でこの作業はですねお持ちのパソコン PC がですね必要になってきますんでご準備ください。で僕の場合ですね、まあ、Mac mini を使ってやっています。まあ、言い換えるとある意味 iPad の欠点でも、まあ、あるのかなというふうには感じますよね。はい、でまあ SSD ですね、まあ、先ほどセットしたもの OWC Envoy Express を Mac 本体ですねこのように接続します。で起動した Mac のディスクユーティリティ、こちらを開きますと読み込んでいればですねこのようにドライブとして認識します。これでですねキャッシュですね消去を選択しまして、名前を付けます。で僕の場合はね SSD1 とか2とか3とかで勝手にやってるんですけども、まあ何でもいいです。ここはでその他まあいろいろ細かいなんか設定はできるんですけども、このままデフォルトの設定で問題ありません。これでフォーマット作業っていうのは完了ということになります。まあ、簡単なのは簡単なんですけども、パソコンがねいるっていうのは結構致命的かなと思います。でまあせっかくなんで実際に SSD の読み込み書き込み速度をですねブラックマジックのアプリを用いて、計測してみます。比較対象はですね、まあ、以前も紹介した、まあ、アンカーの拡張ハブ内蔵型の SSD です。こいつはですね Thunderbolt は非対応というふうになっています。
はい、で実際 iPad Pro へ接続してみましょう。で接続後はですね、ファイルアプリを見てみますと、このようにちゃんと反応してくれていると。これで使用できる状態になったということになっています。で実際にデータの移行をですね、試してみます。まあ、自分がよく使うやり方としては、写真とか映像素材が結構多くなりがちなんで、まずはですね、写真アプリの電子データっていうのをファイルに移行させていきます。で便利なね、手法としては、やっぱりこのマルチタスキングのスプリットビュー機能ですよね。2画面にすることで、こう視覚的に電子データっていうのを SSD へ移行できると。で今回はデータ容量ザクッと、まあ20とか30ギガぐらいかな、これ SSD へ書き込んでみます。でね、これね、まあ、1分とか30秒もかからないぐらいで、このようにデータ転送っていうのが完了すると、まあ、このようにね、もうめちゃくちゃ早く送ることができるんですよ。まあ、こんな感じでですね、まあ、あのこの iPad Pro M1 対の iPad Pro っていうのはもうお化けみたいな iPad で、こいつの能力をですね、最大限引き出すためにも、このサンダーボルト3を生かした SSD っていうのが有効です。かなりですね、時短になってて、不要なこう待ち時間が減る、もうデータ移す際のこう精神的負担っていうのも下がります。はい、もうということで OWC Envoy Express、 ぜひですね、気になった方は概要欄にリンク貼ってますんで、チェックしてみてください。今日は短かったんですけど、この辺で終わります。バイバイ。